まーちゃんプレッシャープレッシャー、サッサ力配分も考えてね。まーちゃん肘でプレッシャーかけて、割ってく割ってく、クロス絶対割ってく、そう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 、あれ枕、ああ、古谷さん16試合までの選手をお越しください。おお、古谷さん、おい、何ですかそれ。僕はもうマリオさん。さっさ、そっから得意、そっから得意。12試合目の選手までは、バランスバランス、 B マット第12試合目の選手までお集まりください。左手下がって下がって、森は一個待ちしてました。マジでグラッピングで。何で上からなんか撮ってましたね。下がって。バーロックスかね。左手枕、枕。バウンド撮って、なんか。痛かったら、テイクテイクテイクです。よいしょみたいな感じ。ドスコイマウントで。B マット、第12試合目の選手までお伝えください。よくないですね。バーロックか、元島さんがグラッパターンだもんね。さっさ、早めに対処しようね。1分半経過した。ラスト3分半。帰る。さっさ、返した方がいいよ。腕狙ってきて。うん、左右に煽れば帰るよ、さっさ。そう。よし、いけ。もっとある、もっとある。もっと何回も。前後で。一回戻ってもいい。帰るから、それ。さっさ、一回戻して、もう一回振ってもいいし。絶対帰るよ。振って煽んないと帰んないよ、これ。そう。そうです。小さく大きく。今、自分の右側の方に帰るから。右に回って、回る方で帰る、最終的には。結構顔苦しいんじゃないですか。大丈夫ですよね。さっさ、いけるよ、さっさ、いけるよ。左に一回煽ってから右。左に煽ってから右。いいよ、起き、それで。帰るの OK だね。右、脇刺して。あおれ。じゃ最後右で起き上がって、右で脇刺した相手の。そう。つけさして、つけさして。今マット第12試合目の選手まで。さっ先返しちゃおう。ぐり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 。よっしゃ、いって。どうぞ。さっさ、ツーもらった。ツーもらったよ。戻せ。落ち着いて落ち着いて、後ろ戻って、後ろに乗って、巨大勢よくないよ。ちょっとね、前に乗りすぎよ。落とせ。締め狙いって後ろに持ってった方がいいよ。そうなんですね。サイドに持った方がいいかな。ちょっと通入んない。こだわんない。そこからパスこだわんない方がいい。しっかり押さえて、しっかり。あ、いいよ、それいい、それ。脇刺して、いいよ、それ、起きれる。さっさ、起きよう、さっさ、起きよう。オッケー。さっさ、2-0ね、今。ラスト1分10。クロスしっかり入れて時間使おう。オッケー、クロスでいいよ。あと頭下がってますから。あと得意なら締めで。締め狙いますよ。頭下がってますよ。おもちゃ頭下げちゃダメよ。さっさ、あとね、ラスト40。大丈夫、40だったら大丈夫。時間使える、それで。手つけない、下に無理して三角とか叩きいいから、締め一本でいい、締め一本でいい、締めと腕だけで。クロスガードキープでいいっすよ、クロスガード。前に煽って、持たせない、そこ持たせない、そう、両手持たせない、そこ起きてくから、前に煽って、そうそう。ラスト20ね、そっさん。そう、腕だけ気をつけたら大丈夫だから、その手、そう、それで引っ張っときゃ大丈夫。OK、 ラスト10。試合出てるだけあって、うまいね、そうかね。試合運びがうまいっすね。